すごいない。昔ね、だから初代尾形レフェリー覚えてる。矢沢のタオル。矢沢のタオルだから休憩時間でね。だからセコンドアで矢沢のタオル。リーゼントね。リーゼント。リーゼント。Aちゃんのファンだった。尾形レフェリー。アクションがすごいです。確かにでかかった。キャッチ。昔はだからさ、関節さ、ゲッツになって、ゲッツになって。キャッチ。ゲッツ。難しいですね。ゲッツ、ゲッツですよ。真似しましたどんな感じだったっけ尾形レフェリー尾形レフェリーキャッチ。いや、いいぞ今お前そんな感じキャッチないけど今のルールキャッチないけどお前そんな感じよ。僕はあれだ、その一本で終わっても KO 終わってもこれがやりたいだけなんであまりでもこればっかりやってますこれがやりたいだけなんでやろうって打ち込み、打ち込みやってやりたいっていうレフェリーおかしいよね逆もできるんだよ。やりたいっていうレフェリーダメだよレフェリーが気になって試合が入ってくるコメントがあってコメントがいやいや、儲かる、儲かるって言ってよ。声出したアマシュー儲かるって言ってよレフェリー儲かるって言わないとみんな俺がレフェリーやりたいって増えないんだからね、他のプロのレフェリーは分かんないけどアマシューは儲かるよアマシューは儲かる本当に他は儲かんないけどアマシューは儲かるすごいなんかだから定期的にねレフェリー講習会とかもやってるんでぜひ皆さん全部取られてアマシューとやろうちょいちょっとボディーボード講習会やってきますみんなテンション上がるから組み合っちゃうんだよね格闘家はねグランゼルじゃないビーチグラッピングビーチレスリングでだからビーチレスリングはさ結局あっちには水がちょっと入ってると思うんでなるほどじゃ倒れると溺れる可能性がある寝技ビーチでビーチでやる分には平気なんだけどこれちょっとこう水があるところで寝技をやると下からやる人ね例えば下得意な人これでしょこれで顔とか押されちゃうじゃん確かに溺れるから確かにだから結果下から攻める人は弱い海ではね海であの水深ちょっとあったら下からは弱いっていうのが判明します今日判明しますそうそうだ基本的に上の上のが絶対的に見ないよ確かに間違いないなだってさ足換とかさ足換とかこんなことやってたら覚えちゃうからこれこの人がちょっと押してこれしたからさやったら死ぬから
新しい競技がちょっと生まれる瞬間ですね。これちょっと来年ルーツ祭りで新しいグラップリングね、もうある程度も水に入った状態でいかに強いかっていうね、その競い合いをちょっとやりたいと思います。50過ぎのおじさんですからね、キムさん打撃も蹴りが弱いの。これで、マッシュル、マッシュル、この辺、この辺でこれね、蹴ろうとしても弱い。確かにだから、パンチだ、基本パンチで、あ、足から蹴ると弱い。確かにこの辺とかだと、すごく弱い。蹴るやつやるときはもう、おーい、パッてやってパッてやれ、蹴ってみる、はい、だから圧倒的にパンチだと思うんだよ。確かにだからパンチレスリングでも海で戦うことないっすか。サーファー以外、そう、サーファー以外海で戦うことがないから、あまりこれ練習しなくて。やばい、タックルした方がやばいで、タックルしたらやばい。プロールしたらやばい。殴られたら死ぬね。死ぬ。今まだね、やばい。まあ多分元ケーズファクトリー同士でね、もう結構20年来の仲なんで、めちゃめちゃ仲いい。大丈夫、大丈夫、酔っ払ってないから、大丈夫、大丈夫だよ。酔っ払ってない、戯れてるだけ、普通に遊んでるだけだよ。大丈夫、大丈夫、酔っ払ってるように見えた。大丈夫、言っといて。酔っ払いの喧嘩と間違われました。まあ、イーちゃんのね、イーチのライブとトークイベントをやったんですけど、全く覚えてません。今回ですね、思い出を取りに来ました。忘れた思い出をね、今日来ました。今日も来てくれると思います。まあそうですね、まあ、もちろん佐藤ルミカさんも、ね、こう見てもね、胸筋で喋れるんだよ。いや今日は本当に。いわゆるさ、薬物の映画を大人を見てるわけ。それが面白くて、薬物をこう運んでさ、世界を撮るみたいな。でそいつがね、こういういわゆる B みたいなのに金を払ってさ、で、俺もだからこういう金払って、でその湯河原をしようかなっていう、ね、作って、もうみかん畑を全部それに変えて、で俺が全部もらうの。全部もらうの。話をしようと思ったら、撮ってんだよ。こんな話できるんじゃない。現職の湯河原の町会議員さんですからね。っていう、ちょっと面白い話をしてるわけで、実際そんなことはネットフリックスを見てください。3年ぶりだからね。そう。
3年ぶり。3年前の記憶がないから。この何、ね、いっちゃんライブやったのも3年前。3年前。そっか、そうそうだね。あの時面白かったね。花火もあって、ね、花火大会の前に花火も覚えてないし、覚えてない、誰が来たかも覚えてないけど、覚えてないでもね、面白かったなって記憶はちょっとあって、だから今回もう一回記憶を、なるほどね、戻すためのツアー思い出した。だけどあと2時間するとまた忘れるから、来年また来ます。また来年もね。でもさっき松野とも話したんだけど、もうちょっとここライブし、ほら座敷だったんですよ。そう座敷なくなったから、ちょっとライブしやすい環境に持ってきて、来年は 2,3 回さ、あ、そうだよ、別に1回とは言わない。ローアイ91バンマン、ローアイ91と誰だね、ローアイ91と誰だね、値段もちょっと上げるけど、やりましょう。ここでさ、50人ぐらいでいいショーだ。これはね、やっもちろんスナックとしてもついててね。で、やっとああ、いっちゃう。これ、チャンネル。今日のメインのいっちゃんです。いっちゃんです。ありがとうございます。これ、ずっと今年2回目でね。そう、2回目でね。はい、3年ぶり2回目。はいはい。ありがとうございます。じゃあこれはもう来年も絶対続けたいね。いや、もう来年じゃない。ずっと続けたいね。はいはい。まあだからモブとルーツとまあまあみんなだとズブズブじゃないですか。ズブズブですよ。ズブ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 の関係でそうズブズブがみたいなやつだけのやつなんだけど、黒塗りですよ。で全部黒塗り、もう黒塗り、ズブズブがもう知らない間に50代になってたんですよ。老害って呼ばれてるね。だからもう、はい、でもね、老害が3人で組むと老害ってこんないい流した楽しいね。はい。できるだけ楽しかった。まだ君たちは若いね。そう。まだ40代だよ。ギリ49です。ほらもう、初老だ。もうあっちの世界もう老人だからさ。老人会。だから、最終的に松崎しげるを超えてほしい。え、色黒くするぞ。真っ黒で、キラキラいっちゃうから。濃いね。濃いでやるんだけど、お客さんが4万円払ってくるぐらい。イベントにだけリサイタルショー。だからやっぱルミネはほらあのインスタでこう見てるけど、まあ、ほらキレキレなんだから。あ、体ね、体ね。キレキレだ。うん。だから。これもやっぱルミナが最近ずっと言われてましたけど、現役の時よりも体が汚くなるのに細かいことだ。キレッキレとキレッキレだ。でもちょっと自分も言うわけじゃないけど、90年目の頃よりも違う技術は上手くなった。あの喋りとか余計な技術は上手くなった。だからそういうのも含めてエンターテイメント、ほんとエンターテイナーって感じがすごい似てますよ。マジでなったよね。いや、そうだけど、めちゃめちゃ昔は強いになるためだと、ミュージシャンもかっこよくいい曲ばっかって、いい曲ばっかとかそっちばっか意識ましたよ。だからルミナの90年代は強くいいですか。まあもちろんそれ越したことないね。でも、なんていうか負けることも経験になって、勝つことも、負けることも恥ずかしくないんだってことで、だからその、例えばうちらがすごいでかいホールでやるとか、そういうスタークラスとか、全然こういう50人の前でも本気でやるってことをずっと長くやってると、あの技術がまた違う技術だと思うんで、ちょっとなんかその演芸の劇場の師匠クラスになっちゃうと思ってます。これはその指定してるわけじゃないけど、またポップなとこもちゃんと欲しいし、これ最高だよね。こんな、いや、これね、もういろんなちょっともっと他の客層にも見てほしいなって、すごい本当に面白いエンターテイメントだ。これやっぱね、一応最後向こうを向いて歌ったじゃん。これそれ写真撮りに行ったんだけど、すげえよ、演者と客が全員海を見てるの。あ、で俺は向こうから見た。海、サーフィン、波乗りしながら見たっていうね、新しい絵。新しい。で、俺もこっちから撮ったんだけど、だからどっちも撮ったけど、なんかこれこれで素晴らしい。なんか今までにない絵画。これはやっぱり、この海を見て歌わないと、いやなんかちょっとこの、俺的にやりたいと思って、なんかこう、せっかく湯河原なんだし、いやそうなんですよ。もうそれもさ、ここで作った世界観だからさ、続けていきたいよね。やりましょう、ぜひぜひ。毎年ね、毎年あの、守るはいつも帰る、ちゃんと守る、守るは早く帰る、ちゃんと来るけど、行っちゃう水に帰る。まあ、ファミリーで来てるんで、こんなことで、こんなことで彼には彼の世界があるんだ。